はい、こんにちは。こんにちは。杉山さんです。イエイ。相変わらずこの本がバカ売れで、ありがとうございます。Amazon ランキングをずっと3桁。3桁ってのはすごいですよ。全書店好きの中で。うん、なんで、まあ、まだの方はぜひ読みやすい本なんで。ぜひぜひ。で、杉山さんって SDG で教えてたことがあるんですか？そうです、昔。そうすると、生徒から、数学って将来何の役に立つんですかとか聞かれたことありませんか？聞かれたことあります。なんて答えてました？なんて答えてたの？僕、中学生に教えてたんで、生意気なやつが言うんですよ。うん、うるせえって答えてました。私はね、役に立つわけねえじゃん。あ、そうなんですね。もうなんか別にやりたきゃやれるし、うん、やんなきゃ、やりたくなきゃやらなくていいんだよ、うん、でも聞く子供たちの心境としては、うん、金儲かんのかなっていう気持ちが絶対あるんですね。なるほど。で、杉山さんと今日はこのデータ分析を用いてちょっと株で人儲けしようっていう作戦会議に来てもらったんですけど、それがうまくいくかどうか分かりません。動画の更新がなくなったら多分大儲けしたってことです。はい。で、今日は、この間来てもらったら、林さんっていう、やっぱり東大の昔の問題を集めた本を出してられたんですけども、この間林さん自身がやってくれたのは、すんげえ難しかったやつなんですけど、今日、杉山さんにも一問、やってもらおうと思うんですけど、これは、私でも多分、できたかなっていう感じなんで、問題としては、円から円錐作って、体積最大にしろという話ですね。なんで、問題文、ここにありますんで、原文は。なんで、チャレンジしてみてください。じゃあお願いします。はい。というわけで、多分ここら辺に問題文が出てると思いますが、こんな感じの問題をやります。説明していきます。絵だけちょっと書いてあるんですけど、問題によるとまず円の紙がありますと。で、一部をこう、もちろん中心から切り抜いて、ペッて切り抜いたこっち側を使って、こうキュッと円錐を作った時、体積が最大になるここの角度はいくつですかっていうのを聞かれてます。で、これポイントは変数をどこに置くかっていうのがもう唯一にして最大のポイントで、あ、切り取る部分の面積とあと高さ聞かれてますね。2つなんですけど。で、切り取る部分だからここを θ って置きたくなると思うんですけど、まあ、ちょっとグッとこらえてこの問題どうやって解くかっていうのをちょっと先読みしてみようかと思います。で、今回は切り取ってない部分のこっち側を使ってこうやって円錐を作るんですけど、これどういう風にこう出来上がるかっていうと、一個だけすごいポイントがあって、この斜め線は、あ、言い忘れてました、この円の半径 R なんですけど、この円の半径 R が、まあ、ここがね、そのままキュッて閉じて斜め線になるんで R になります。で、もう一個のポイントは、この下の一周の長さ、この一周の長さがどこから来るかっていうと、こいつをキュッてやって畳んで作るんで、この部分になりますと。なんで、ここが一番のポイントですね。ここが、なんだっけ、この長さがイコール底面の一周の長さとなりますよと。で、このポイントを押さえた後に、まあ体積求めたいんで、まあ底面積かけ高さの3分の1じゃないですか。なんで、底面積と高さ求めたい。で、底面積はまあこの周の長さが大体まあこれで分かってるんで、まあそれから底面積は出せるかなと思うんですけど、高さ出そうと思ったら、これちょっと横から見ると、なんかこんな感じに二等辺三角形になってるわけですよね。円錐だから。で、ここ R で、高さ H はっていうのを求めようと思ったら、ここじゃないですか。底面の半径が、ここが分かれば三平方でここ分かりますよね。だからもうともかくここの赤がめちゃめちゃ計算に出てくるんで、ここが計算しやすいように文字を置くのがポイントです。なんで、こっちとかをシータって置いちゃうと、この2倍引くシータでわーわーわーってなっちゃうんで、勇気を持ってね、ここは、こっち側をシータっていう風に変数で置いて、で、体積が最大になる時のシータを求めていくっていう方針でやっていこうと思います。はい。というわけで、今もう結構方針話したんで、このままザザザッと書いていきましょう。ここ、中心角がシータで、半径 R なんだから、この長さっていうのは、Rθ に。なります。
ということは、この一周が r θ で、円周の長さが r θ だから、半径いくつですかって言ったら、これ r θ を 2π で割れば OK ですよね。ってことはもうね、もうかなり来てます。半径分かったから、底面積は分かって、で、高さはここ3平方で求まるんで、高さ h すると、h とすると、3平方の定理より、まあ、高さ h は、r2 乗引く 2π 分の rθ の2乗のルートですよ、というふうになります。というわけで、体積を、色変えよう。体積を V というふうに置くと、V イコール3分の1かける底面積かける、あんたろさん、これ3分の1いつもどこ書いてます？先頭ですよ。あ、先頭ですよね。あの、受験生の人見てたら、絶対先頭書いてください、これ。先頭じゃない人いるの？いや、いるんですよ。これ、あの、炎上するかもしれないけど、僕、塾で教えてたとき、3分の1前にしなかったら、あの、もう一回持ってこいっつって直したんです。炎上するやつ。掛け算順序の話。そう。でも、これは、あれなんですよ。緊張してる本番って、忘れるんですよ、だから絶対いやいや最後に書くと。それはあの、書き方順序とかそういう問題じゃなく、全然高級なことないです。単にそう、やっぱ前に書きたいなっていう気分だけで絶対忘れるから、これ受験生絶対本番で忘れるんで、これ最初に書いてるから底面とか高さを忘れるやついないじゃないですか、計算してて。3分の1とか三角の2分の1とか絶対忘れるんで、最初に書きましょう。あ、でもあれだよね、掛け算順序を主張したい人だというと、3分の1は多分最後に書かなきゃいけない、かもしんないですね。だって円柱の3分の1ですよっていう意味では、あの、順序派の人は最後に書きたくなるかもしれないね。あの、そういう高級なこと一切考えないです。忘れるから最初って言ったらそれだけです。燃えたらすいません。で、ちょっと話戻すと、まあまあやっていきましょう。3分の1かける、で、底面積は 2π かける半径これなんで、2π かける 2π 分の rθ の2乗。で、高さはここにある通り、あ、で、これなんか、r の2乗がちょっと2箇所にあるから、これちょっと整理できるんですよね。まあでもいいや、一旦書いちゃおう。r2 乗引く 2π 分の rθ の2乗のルートと。というわけで、こいつが最大になる θ を求めていきたいと思います。左消します。よっ。なんですけど、ちょっと1個忘れてたんですけど、ここもうちょい綺麗にできて、両方とも r2 乗が入ってるじゃないですか。なんで、逆だ。ほい。r2 乗引く。2π 分の rθ の2乗は、r2 乗括弧。こうなるかな。はい。まあ、R2 乗、R2 乗が両方入ってるんで抜きました。で、R は外に出して、2π 分の θ の2乗ってなります。で、そんなノリでちょっとこっちもくくり出してやると、結局体積は、3分の1かける 2π かける R2 乗かける 2π 分の θ の2乗かける R かける 2π 分の θ の2乗1引くのルートと。はい、こんな感じになります。で、これ微分して最大を求めりゃいいんですけど、このままやるの嫌だし、なんか明らかに綺麗になりそうなんで、この 2π 分の θ をなんか x とか置きましょう。置くと、一応この後最大求めるんで、値の範囲を考えておくと、もちろん θ って0から 2π なんで、まあ 2π で割ってるから、0から1ですよ、となります。はい。で、2π 分の θ を x と置いて、全体ビャってこう整理すると、まあここは x の2乗になって、ここ1引く x の2乗になって、で、r は合計3つあるから、3分の 2πr3 乗 x2 乗1引く x2 乗のルートと。
なります。で、これの最大を求めようって言って、これこのまま微分すると右側ルートついてて大変なことになるんで、イコール3分の2倍 R3 乗でも全部ルートの中に入れちゃいましょう。ルートの中に入れると X2 乗は中には X4 乗で入るんで、X4 乗引く X6 乗というふうになります。で、こいつが最大の時の、まあ、θ が知りたいけど、まあまあ、x が分かりゃいいんで、こいつが最大の時の x 知りたければ、まあこれプラスだから、で、ルートも別に中身でかい方がでかいんで、この中身が一番でかい時はいつですかっていう問題になります。これ。まあ fx と置いて、こいつが最大はいつ？っていうのが分かれば OK。で、まあもうこれは微分して増減表でいきましょう。f'x は、まあこれはもう誰が見ても、これ。で、まあ3乗くくれるんで、まあまあちょっと綺麗にくくってやると、4x3 乗の1引く、2分の 3x2 乗とかなるのかな。はい。で、今最大求めてるんで、こいつが0の時知りたいんですけど、こいつが0になるのは、まあまあ、とりあえず X が0の時か、中身が0の時で、ここ、イコール0となるのは、まあ、X2 乗が3分の2かな。上下ひっくり返して。の時で、まあ今 X は0以上って言ってるんで、X が3分の2のルートの時に、ゼロになります。受験の回答だったらちゃんと書いてください。はい。というわけで、いろいろありましたが、体積はなんだかんだ計算すると3分の 2πr2 乗ルート fx の形になって、で、fx の最大が知りたいんだけど、微分してゼロになるタイミングが分かったんで、あとは増減表を書いてやれば、だいたい OK。x 微分、fx と書いてやると、まあ0から1までで、3分の2のルートの時に微分が0と。で、これ x に関して、この中身って減ってきますよね。1引く x の2乗みたいな形だから。から最初プラスで、ここで0になってマイナスいくんで、増減表的にはこうなると。いうわけで、ここで最大になりますと。なので、V は X イコール3分の2のルートで最大と。で、ほぼ終わりました、はい、あとは答えまでいきましょう。よっ、問題で聞かれてたのは、もう一回図書いておくと、切り取る方の角度と切り取る方の角度とその後の高さを聞かれてます。はい、これがこうなったよっていう話なんですけど、聞かれてるのは問題で聞かれてるのは ここの角度と、あとはこの高さ。まあ、H って書いてました。で、今は、今回の解き方的にはここで置いてたんで、ここの、切り取らない方を θ って置いてたんで、切り取る角度は、まあ、2π 引く θ ですよと。で、2π 分の θ を、x って置いてたんで、x は両辺 2π 倍すると 2π シータだから、2π、あ、合ってますよね。2πx イコールシータ。 2πx イコールシータ。 x、うん、すいません。シータイコール 2πx ですね。入りました。はい、シータが 2πx で、 x がこれの時最大だから 2π かける3分の2のルートと。
まあここからはあとはどんだけ綺麗にしてもいいと思うんですけど、 2π1 引く3分の2とか、まあ有理化するんだったらしなくていいでしょ、しなくていい、じゃあよし、これで OK はい、で高さはさっきちょっと計算してまして、入るかな、 h が r2 乗、入んねえな、1引く x2 乗のルートってなってました。 YouTube の人は巻き戻してください。はい、で r2 乗の1引く3分の2のルートの2乗のルートなんだから、 r2 乗の1引く3分の2のルートというわけで、まあ3ルート3分の r というふうになります。はい、はい、というわけで答えはこれとこれでした。はい、はい、ありがとうございます、はい、私もこれさすがにこれぐらいはできたんですけど、最初に解く前にどれぐらいかなって想像したときに、うん、まあもちろん高くしたければもう最大の高さ R だけど、その面積ゼロになっちゃう、うん、そう、でまあでかくしていくときに面積でかくする方がでかくなりやすいです、ね、うん、そうですね、そうですね、二次式だから、うん、二次式だから下の方で高さ一次式だから、うん、でだとするとと思って俺270度ぐらいかなってイメージして、でなんかそういう切りのいい角度だかなと思ったら、うん、角度としては全然切り悪い、めちゃめちゃ切り悪い、切り悪いですね、うん、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ引き続きという。